イワン王子、スラブ神話の英雄、オデュッセウス、ギリシア神話の英雄、連民海念と、火の鷲は、英雄、勇士、華々しく活躍した人、敬慕される人物、小説、演劇等の男性主人公。女性の場合は、ヒロインと呼ぶ。ヒーローとは、英雄のことと、神話や物語などの主人公のこと。ヒーローの多くは、普通の人を超える力、知識、技術を持ち、それらを用いて、一般社会にとって有益とされる行為、いわゆる救世主としての行為を行う。多くの物語では、これを阻止しようとする悪役、敵役が共演することになる。また、突出した能力を持っていない場合でも、何らかの形で英雄的行為をすることがある。物語などで女性が主人公の場合は、ヒロインと称される。また、主人公でなくても、男性主人公の恋人の女性も、ヒロインと称されることがある。英雄的な活躍をする女性キャラクターにあえて、ヒーローという呼称を使うことがある。これは日本だけでなく、英語圏の米国でも同様である。厳密な男性形、女性型よりも、単語のイメージやニュアンスが優先されたためと考えられる。一般的に誰かがヒーローになるには、人々に称賛される素晴らしい行為を行う必要がある。伝統的なヒーローは怪物を倒したり、人の命を救ったりするなど、そのヒーローが属する文化で高潔な正義の振る舞いをし、幸福な結婚や出世をすることになるが、悲劇では性格や弱点などを持ち、それを突かれて悲劇的な結末を迎えることになる場合もある。実在する人物が伝承や噂の中でその行為が膨らみ、ヒーローとして人々の中で一人歩きを始めることがある。この場合はいつの間にか超人的な行為を行ったことになっていることが多い。研究者の中には社会情勢が不安定になったり、国家の行く先が不安になった時に、模範的人物としてヒーローが求められるようになると主張している。特に若い人の中でこの傾向は顕著であるとしている。ユング派深層心理学における集合的無意識の顕在化であるとする説もある。多くの文化では有名なヒーローは神と同じように扱われる。ヒーローという言葉は古代ギリシア文化と神話から来ている。多くのギリシア神話のヒーローは神の子孫であるとし、国家、領土の名祖である。必ずしも模範的な人物であったり、英雄的な素質を持っているわけではなかったが、多くは半身の存在であった。神話と歴史が未分化であった。この時代を英雄時代と呼ぶ。この時代はトロイア戦争と共に終わり、ヒーローたちは家に帰り、余生を過ごすか、あてもなくさまようことになる。ヒーローは、叙事詩やギリシア悲劇の主人公として扱われ、このため、西欧語では英雄を意味する語は、主人公をも意味する。よく知られた英雄に、アキレウス、オデュッセウス、オイディプスがある。キリスト教以前のほとんどのヨーロッパの宗教が、ヒーローをその神話の中に抱えている。これらのヒーローは、その功績や崇拝方式が、正教会やカトリック教会の教義の中に吸収。集合され、現在の聖人崇敬の元となっている。悲劇性を帯びたヒーローとして、日本では、日本穂高、源、義経などが知られるが、後には、戦死を含め不慮の死が悲劇として捉えられ、五霊信仰につながった。たたりを恐れて、平将門らが神として祀られたのが、その一例である。戦時中では、決死の攻撃をした者が軍神として英雄視されることもあった。その一方で、徳川家康を祀る東照宮のように悲劇とは無縁の例もある。最近の映画、漫画、アニメではヒーローは特別な力を持たない普通の人物であるが、社会から迫害されており、最後にそれに打ち勝つというような例も多い。さらに、近年顕著な傾向だが、ヒーローは全てを救えない時もある。その時描かれる人間性の輝きが人の心を引きつけるために使われる。ヒーローと敵役は密接な関係にあり、ある文化でヒーローであっても、その文化に隣接している別の文化では逆に描かれることが多い。この場合、反社会的とされる行為でもその人物を打ち倒したために称賛されることが多いが、必ずしも一般的にその行為が社会的に受け入れられているわけではない。たとえ同じ行為であっても、その文化内で行われた場合は非難することが多い。しかし、そのために敵役を事実に反し、文化外の人物に設定することで、ヒーローの権威を高めることも行われる。歴史学者、社会思想史学者ジェリー・Z・ミューラーによると、近代では、商人と英雄は対立的関係として描かれてきた。商人は平和に、英雄は戦いに結びつけられて表現されている。例えば哲学者、社会学者、ゲオルク・ジンメルによると、戦争がなかった時代の文化、社会は悲しむべき状態にある。それに対して、戦争は希望に満ちた効果を及ぼすものであり、つまり戦争とは精神的な転換点である。そのため、戦争状態に入った国家は偉大なる可能性に満ちているのだと、ジンメルは宣言している。また、マックス・ウェーバーは第一次世界大戦について、結果はどうなろうと、この戦争は偉大で素晴らしいものだ。私たち誰もが不可能だと考えていたことを乗り越えるのは喜びである。と記した。ジンメル曰く、戦争は統一化、単純化、そして集中化の力である。ジンメルと同様に、国家主義的な社会学者、経済学者、ベルナー・ゾンバルトも、戦争によって社会は意味と集団的目的を取り戻したのだ、と主張した。ゾンバルトは、商人と英雄、ナショナリズム的な政策において、資本主義と英雄主義との対立を宗教戦争として解釈し直した。その戦争はという二項対立として表現された。ゾンバルトによれば、ブルジョア社会とは国家の破滅への道である。しかし、戦争は国家を救う。奇跡が起こり、古き英雄精神が開花するのは戦争というもののおかげである。戦争は、勇気、自己犠牲、従順、信心深さといった徳を復活させるという。批判を受けた場合、ゾンバルトは、自分はユダヤ人から被害を受けていると主張した。ゾンバルト曰く、戦争とは実存的な戦いであり、異なる国家の間だけでなく、異なる文化や世界観の間でも行われる。そして、資本主義国イギリスや共和主義国フランスはを、体現しているとした。ゾンバルトはそういったブルジョア意識を快適主義と呼び、批判した。また、ランゲマルクの戦いに参加し、戦場での英雄的行為を称える作品を書いたエルンスト・ユンガーは、すべての喜びは心の中で生きられる。すべての冒険は冒険につきまとう死の間際で生きられる。と述べた。死は劇的かつ精神的な波となって、喜びを快適主義から切り離すとされた。オズワルト・シュペングラーなどのドイツ思想家たちも、ブルジョア階級、商人、ビジネスマンを生命にしがみつき、高い理想のために死ぬことを躊躇し、暴力的闘争から逃れようと躍起になり、人生の悲劇的要素を否定しようとするという理由で軽蔑していた。ウェーバーやジンメルの態度には自由主義も見られた。しかしドイツ、オーストリア、ハンガリーなどでは、戦争を理由に知識人が自由主義を捨て、左翼、右翼の原理主義に走るようになり、政治的に極化が起きた。このような人々は資本主義を改革しようとはせず、彫刻しようとしたとされている。哲学者、記号学者、オックスフォード大学名誉研究員のウンベルト・エーコによると、様々な結束主義の中でも典型的なものは現ファシズム、または永遠のファシズムという。現ファシズムにおける英雄主義と死の崇拝との関連について、エーコは次の通り論じている。現ファシズムには伝統崇拝という特徴もあり、これはフランス革命後の反革命思想に典型的だとされる。ナチスドイツ国家社会主義によって、神風は英雄として位置づけられた。1944年11月4日、ナチスの機関紙、民族の監視者は東京発で記事を一面に掲載した。神風が新たな戦果、日本の決死の飛行し、まず明らかなことは、彼らは英雄的な行為として、機体諸々目標への突入を完遂しているのである。この記事は、敷島隊の隊長についても述べており、それは、神風特攻隊の敷島隊を率いた、関幸雄大尉のことだった。神大尉は出撃直前に、僕のような優秀なパイロットを殺すなんて、日本はおしまいだよと述べていたが、この言葉は戦後まで明らかにされないまま、軍部もメディアも特攻隊を英雄として美化した。侍の国の特攻作戦を空軍大佐のハヨ・ヘルマンは、現実の戦略として練り上げ、エルベ特攻隊を組織した。ドイツ側は特攻隊の戦果を誇張したとみられるが、ドイツ指導部は失望していた。例えば、ヨーゼフ・ゲッペルスは7日の日記に成果は確定していないが、期待していたほどは高くなかったようだと記している。米軍側の損害は爆撃機、戦闘機合わせて2000機からすればわずかであり、ドイツへの空襲は予定通りに進んだ。特攻隊指揮官ハヨ・ヘルマンは現在のドイツでは極右主義者とみなされている。2008年にヘルマンは三浦後期から取材され、神風特攻隊やヒトラーとの関連、自己犠牲攻撃によって多くの若者を死なせたことについての考えを尋ねられた。ヘルマンは顔色を変えず淡々と答えたという。たとえ戦略的な成功ではなくても我々の戦意を示し、力の限りを尽くしたことを見せつけた。彼らはその証だ。最後の作戦になるかもしれなかったのだ。少なくとも英雄としての最後を飾りたかった。ヘルマンは特攻作戦を正しいものとして譲らず、ドイツのメディアは彼をネオナチ支持者とみなしている。大日本帝国がほとんど壊滅状態となっても、海軍の戦略家は優れた日本精神の発露によって、アメリカをなぎ倒すことができると考えていた。優れた日本精神の発露とは、死を神聖な犠牲として受け入れるよう命じられた若者たちによる神風特攻だった。様々な圧力下での志願を行った特攻隊志願兵たちは大多数がエリート大学の人文学系の学生だった。隊員たちは自分たちの犠牲が日本を勝利に導くとは滅多に信じていなかったが、死の純粋さや無視がより良く、より公正、本物で、より平等な日本への道を示すことを願っていた。例えば、22歳で死亡した隊員、佐々木八郎はこう述べている。なお、旧資本主義体制の遺物のところどころに残存するのを見逃すことはできない。急には払拭できぬほど根強いその力が先輩を、通じて叩き潰されることでもあれば、かえってあるいは顔転じて、復とするものであるかもしれない。フェニックスのように灰の中から立ち上がる、新しいもの、我々は今それを求めている。文化人類学者の大貫、ティアニー、恵美子によると、破壊の灰の中から立ち上がるフェニックスという隠喩は、佐々木など、当時の若い知識人が、しばしば用いていた。フェニックスの表現は、人類愛に溢れ、個人主義を利己主義へと変えてしまった、資本主義から解き放たれた、新しい日本を指すのに用いられていた。また、特攻隊員ではない学徒兵たちにも、佐々木と同様の傾向が見られる。例えば、ドイツ社会主義者を自称していた、林忠夫は、死で、フィナーレ、タブー、崩壊を切望しており、カオス、破壊、再生という表現も多用していた。イスラム圏英雄的行為を称えるエルンスト・ユンガーは他の20世紀初頭のドイツ知識人たちと同様にイスラム世界へ深い影響を与えた。ユンガーの作品1000を超えては1960年代にイランの著名な知識人アレ・アフマットによって翻訳された。翻訳を手伝った友人マフマト・フマンも翻訳後に2つの目で見たが問題は1つ。二つの言語で語ったが、主張は一つとし、ユンガーのメッセージの普遍性を強調した。アラブ社会主義復興運動の推進者であるザティ・ヒュスリやシリア・バーストを結成者のミシェル・アフラクのような思想家たちも、ドイツ思想から多大に影響されていた。こうした反アラブ主義者の敵は、植民地主義的な西洋だったが、例に漏れず、ここでも西洋はヨーロッパ原産の思想に挑戦されていた。ヒュスリの理想は、軍事鍛錬や英雄的な個々人の犠牲によって結びついたアラブ人のフォルクスゲマインシャフトだった。神風戦術は神の塔によって1982年のイスラエル侵攻後のレバノンでも採用された。1983年10月には爆弾を積んだトラックの自爆テロによって241人のアメリカ兵が殺害された。その10年後にはパレスチナ人も自爆戦術を行った。自爆攻撃者はしばしば報復の念にとらわれているとされる。しかし彼らを送り出す側の思想では自爆攻撃とは戦争であり死ぬ覚悟のできた聖戦戦士が快適主義に陥った軽蔑すべき者たちに挑む戦いである。例えば神の塔の精神的指導者ハサン・ナスララは2000年5月にイスラエル軍がレバノンから撤退した後こう述べている。イスラエルは核兵器や銃兵器を所有しているかもしれないが神から見れば、雲の巣より脆い。アメリカのアフガニスタン侵攻が開始された直後では、イギリスの新聞がタリバンにインタビューをしたとき、タリバンの若いジハーディは、アメリカの敗北を信じていた。彼によると、アメリカ人は、ペプシコーラを愛しているが、我々は死を愛しているから。が、その理由だった。オサマ・ビンラディンが若い信奉者たちを扇動する際に、用いる、死の崇拝的レトリックには、神風精神との類似点が多いとされる。恐れを知らぬ勇敢なイスラムの若者がアルコバールを爆破して、十字軍の軍隊は、砂塵と消えた。死の恐怖によって脅されれば、彼らはこう答える。私の死は勝利だと。またビンラディンは、彼の若い騎士たちについて、彼らは戦いの熱狂の中で死ぬことを気にしていない。そして、敵の狂気を彼らの狂気じみた勇気で癒すのだ、と述べている。ビンラディンの言葉はイスラムの主流ではなく、彼が好む狂気的という形容詞は、むしろ国家社会主義が多用した狂信的という表現に近い。確かに聖戦はイスラム国家の防衛という大義の名で正当化されてきており、戦死した信者には天国での閲楽が約束されてきたが、自殺の肯定や死そのものの賛美は存在しなかった。フリーランスのテロリストが非武装の民間人を殺害し、殉教者として天国に迎えられるという考えも近代以降の発明と考えられる。自由民主主義は商業的な政治制度であり、利益の相違は交渉、妥協を通じて解決するシステムである。当然、そのような制度は英雄的ではなく、反民主主義からは、卑劣、軟弱、凡庸、腐敗等とみなされてきた。アレクシド・トクビルの見解によると、民主主義下の市民は、生命をかけて戦闘することを簡単には受容しない。平凡かつ自由な資本主義や民主主義は、英雄や栄光を重視する人々にとって、納得できない発想だった。そのため、結束主義が魅力的に受け取られることもあった。その理由は優秀な美徳や精神性を誇るスーパー国家やスーパー人種、スーパー宗教に属しているというだけで凡人でも束の間の栄光を垣間見ることができたからとされる。人間の貪欲、不正から浄化された理想世界実現のための自己犠牲は凡人が英雄的気分を味わう方法となっている。彼らは快適主義下で暮らすよりも崇高な理想のために、荘厳さの中で死ぬことを選ぶ。そういった壮絶な死は英雄的行為とみなされる。また、全体主義政権下で暮らす人間にとっては、英雄的な死こそが個人として選べた唯一自由な行動でもあった。ありがとうございます。